ナマステー、チョモカです。今回は初めて山岡屋にやってきました。普段は醤油ラーメンとか塩ラーメンとかなんかさっぱり系のラーメンを食べているので、こってりなのか知らないし、山岡屋のことはよく知らないんですけど、なんかこってりそうなラーメンは初めてです。で、今回はなんか美味しいって聞いたので特製味噌ラーメンにすることにしました。はい、これですね。ネギ、チャーシュー、海苔、ごま、ほうれん草が乗ってます。汁は意外とサラサラしてますね。美味しそうです。香りもとってもいい。それではいただきます。まずはお汁から。うまいですね。かなり美味しかったです。最後まで食べきれなかったらどうしようみたいな、ちょっと苦手な味だったらどうしようと思ってたんですけど、とっても美味しいです。そして麺がね、すごくかわかんないけど太めで、そんなに縮る麺ではないんですけど、汁が麺に絡んでとっても好きな味でした。でね、この山岡屋に入ってわーって思ったのが、匂いがすごくてですね、多分ニンニクとかそういう、なんだろう、わかんないけどラーメン屋さんの独特の匂いっていうんですかね、に衝撃を受けました。でもこのラーメンはとても美味しかったです。他の種類のラーメンも食べてみたくなりました。あんまりこういうラーメン屋さんはあっさり系しか来ないんですけど、なんか他にもいろんな美味しいお店行ってみたいなと思いました。それでね、こう白い T シャツで行ってしまったので飛ばして汚してしまったというわけです。はい、大変美味しかったです。ごちそうさまでした。また来ます。